皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、定例のね、手稲山の朝練で、来ておりまして、山頂中かね、36駅ですね、ゴール地点からお伝えをしております。で、今回のねテーマというのは、車輪のでかいねので来るとどうなるのということですね。いつもね、車輪の小さいので来てるわけなんですけど、ペダル一漕ぎで進む距離がほぼ同じ設定になっているにもかかわらず、やっぱちょっとした勾配でね、こう急にグッと踏めなくなってくるので、やっぱその車輪のでかさっていうのはね、そのゼロ発進からトルクをかけるのに、やっぱすごく影響があるんだろうというふうに思い、しみじみと思わされました。で、その代わりですね、やっぱ平地走って、なんていうんですかね、風とかの、ね、影響がないところでものすごく気持ちよくビヨーッと伸びていくんで、これはこれでやっぱ車輪のでかいのっていうのは、自転車、乗り物として見たときね、非常に合理的であることがよくわかります。で、それとですね、去年ぐらいからですね、ハンドルをね、ちょっと上にして、前傾姿勢ができないような状態でずっと乗ってきまして、上腕ですね、腕の力に頼らずに、いかにペダリングの効率を上げるかというのを考えてきたんですけど、ちょっとですね、ここ最近、その剛性感の強いハンドルにね、まあ、ちょっと手に入りましたので、こう変えてみたところ、やっぱなんだかんだ言いながらね、体を前に預けたときに、引きつけることはないんですよ。やっぱその、支えやすい。やっぱね、どうしても体幹だけで支えるというのはなかなかきつくなってくるので、上腕で支えられるというのは、やっぱ分かりやすくいいなというふうに思いました。で、そう考えればね、やっぱその競技用の車両っていうのはね、ああいうふうになってるっていうのは、まあ、当たり前の話なんですけどね、そう、実体験としてね、しみじみと思い知らされることになりました。この調子でね、僕はそのね、速く走るとか、要は競技に出るとかではなくて、自転車っていう乗り物を理解したいというふうに思ってやってますので、この調子でね、いろいろまたやって、理解を深めてまいりたいと思います。